どうも鬼ヶ原です。やっほー、今日はバレンタインだったので、ちょっと2人にチョコレートを渡そうと思います。でもちょっと普通のチョコレートじゃつまらないので、激マズのチョコレートをあげたら2人はちょっとどういう反応するかを見ていきたいと思うので、今日はバレンタイン企画をやっていこうと思います。材料買ってきたので、それで作っていこうと思います。ちゃんとこれ可愛い箱まで用意しました。見た目は美味しそうだけど味はめっちゃまずいチョコを渡します。これカントリーマムのね、チョコだっけカントリーマムのチョコだけっていうのがあって、なんか多分これこの上に書いてあるなんだろう、これあのチョコチップみたいなのが入ってると思ったから、ラッピングにいいやと思って買ってみました。フライパンに結局お湯を入れて、こんな感じにしてお湯で溶かします。チョコレートを溶かします。だけど食品触るから手洗います。これをボウルの中に割って、今チョコレートを割りました。なんかね、まずくしないといけないから、もうこの時点で塩でも入れちゃおうかな。甘いしょっぱいだから意外と美味しいかもしれないけど、めっちゃ大量の塩入れたらまずくなりそう。1ミリする？どうしよう、何だったらまずいんだろう。タバスコの塩入れちゃう。うわ、やばくないこれ。どうしようかな、1ミリにしようかな。ちょっと食べられるぐらいの範囲で作ります。溶かしてこの型に入れて固めて、レンジパイとかマシュマロを入れて美味しそうに見せよう。なんていうの、一味の匂いがすごい、めっちゃまずそう。これだけでも見たら美味しそうじゃない。あ、いい感じ、いい感じ。タバスコやっぱちょっと入れるわ。タバスコ4滴ぐらい入れました。これでもう固まっちゃうから、あの型に入れちゃいます。入れていきます。一応今こんな感じで、で今チョコを冷やしてるんだけど、やっぱりバレンタインだからそんなまずいチョコあげてもやっぱかわいそうだから、これチョコパイをプレゼントするんですけど、ただあげてもつまんないから上に何か書いてあげようと思って、書いてプレゼントしてあげようと思います。もったいなくてチョコパイで十分です。はい、完成しました。ここ完成。さっきね、出るとき落ちちゃったのりが、もうめんどくさいからそのまま、これは十分だと思う。しかも見てよく下にね、マシュマロも引いてあげてるの、もう感謝してほしい、本当に。こんな感じシンプルに、これをもう作って2人に渡したいと思います。じゃあまた後で。美味しくなかった。50円するやつ。食った。そうやな。ああ。
おーいい回るとお前バレンタインもらったの？もらってん？はい。止まん。本命？本命もらった。本命。毎年くれるから。何くれたの？ルイマン。オニマン。本命だから。くれながら。バレンタインのマジで、うん、マジで、うん、ギリチョコ、本命食べてほしい、何作ってほしい、頑張って作って食べて、本命がギリチョコ当てる、自分で買ったの、そう、え、これうまい、買う買う、え、食った、もう食え、食えよ、お腹いっぱいね、わーすごいじゃん、なんかちゃんとしてる見えた、何が持ってない、持ってない、はい、バレンタイン送れんの、うん、ここに入ってんじゃん、スペシャリティ、え、スペシャリティ for you、 アメリカ社がスペシャリティ、おー、すごいすごい for you、 え、何ですか、パートの、おお。うまそうじゃん、すげえじゃんこれ、ちょっと待ってて、これ何、原始人、すごいじゃん、原始人のパイ、原始人パイ、しょうがねえから写真撮っておいてやるよ、インスタにあげるの、あげないよ、一緒これ、じゃあどれ、お、これ原始人、原始人、え、じゃあ俺チョコチョコにしよう、あれだけど、ハンドリマン、いくら、これ、チョコチョコ、どう味、いや辛い、いや、え、辛くない、うまい、うそ、あっ、いや、お腹いっぱいやがった、あ、そうさ、あれ、どうしたの、え、まずい、まずいの、いや、あのね、俺、飯食って、さっき俺、普通のチョコバット食ってた。じゃあ飲み物飲まないで食べて。うまいんだけど。うまいんだけど、お腹いっぱいなんだよ。何見たの？いや、まあまあまあ。何、これ何見て作ったの？これ。普通に。正直に言って美味しい、まずい。ん？正直に言って。え、うまい。私がわざと激マネ作ったチョコなんですよ。いやさ、これさ、超辛いんだけど、何が辛い、辛いし、なんか何だこれ、辛い、これ、このチョコプラスベスタミント塩入れて一味入れて、タバスコ入れたの、マスキーでしょ、お、じゃーん、おー、すげえ、どっちがいいですか、どっちも知らんだけど、別になんで切り物違うの、でけえか小さいかでしょ、これしかなかった、だから、はい、いや、ちっちゃい方がやっぱいいよね、これ買ったの、買ったの、わざわざどう、ちょっと待って、ギリC? あ、ギリギリのさ、B の下の下のさ、下の取れたの、なんだよそれ、いや見てこれ、すげえギリ下のやつ、何これ、マシュマロ、あ、これもくれんの、食べれる、これは本当にうまいやつ、それ本当に、だって全部落ちてる、だってチョコパイに書いただけだもん、ギリギリマジで本当にうまい、
本当に美味しい。だってチョコパイラータだの。こういうところですよ皆さん。せっかく本命をあげたのにこうやってこうやってちゃんと美味しいのあげてるのにこういうところですよ。いやいやそこじゃないそれじゃないそれじゃない。はい。はい。うん。ほら、言ったじゃん。だって別に二人のことどうでもよかったからチョコパイで十分だなと思った。どうでもよかったどうでもよかったのは今日はですね、TikTok が流行っているというので、今回の企画、TikTok の流行っている音楽流してみたら気まぐれ店長踊れるのか検証。もう一発勝負なんで、もう流れてる音楽に対して踊ってくださいね。今回の検索結果は TikTok 界の認定。